戦略兵器削減条約。第二次戦略兵器削減条約。第二次戦略兵器削減条約は、1993年1月3日にアメリカ合衆国とロシア連邦の間で調印された核兵器の軍縮条約。スタート2は、1982年にスタートとして始められた交渉の中で結ばれた。 スタートでは先に第一次戦略兵器削減条約が結ばれており、米ロ両国は核兵器削減の交渉を継続しスタート愛よりも大きく核兵器を削減する軍縮条約の交渉を行った。これがスタート2として結実し、1993年1月3日、モスクワにおいてブッシュ米大統領とエリチンド大統領により調印された。 条約の内容は2003年までに両国の核弾頭数を3000から3500発以下に削減すること、大陸間弾道ミサイルのマーブ化の禁止などである。1996年にアメリカ議会は批准したが、ロシア議会は批准を拒否した。このため、1997年に議定書が結ばれ、条約における弾頭削減期限が2007年まで延長された。 この議定書については、アメリカ議会が批准を行わず、2000年にロシア議会が批准したものの、アメリカが2001年に弾道弾迎撃ミサイル制限条約を廃棄したこともあり、ロシアはスタート2を実行しないとしている。この後、1999年から保有核弾頭数を2000から2500発に削減する。 第三次戦略兵器削減条約の交渉が行われたが、スタート2が実行されなかったこともあり、交渉は進展しなかった。ただし、2001年からアメリカの安全保障政策が対テロに重きを置くようになると、核兵器の大量保有の必要性が減少した。このため、米ロ両国は2002年に戦略攻撃能力削減に関する条約を結んでいる。 ありがとうございます。